はい、こんにちは。この間カニカゴ、あれを入れたんだけど、ほらね、1回目はもうボツでしたけど、コメントでほら、きょんちゃんですか、取れるまで頑張ってくださいというコメントいただきましたんでね、またあれから入れました。で、ちょっとほら、竹馬動画を撮ってたもんだからね、あと先になりましたけれどもね、ちょっと今からまた行ってみたいと思います。行ってみよう。から1週間チャレンジしましたから。で、とりあえずもう逃げてないのか、最初入ったとこは。そういうことも、一応チェックに来てるから、ちょっと間が空いたけどね、行って、今日も行ってみたいと思いますね。はい。あの、イワシの缶詰とサバの缶詰2種類入れたから、はいはい、手前と奥の方とね、ちょっと行ってみたいと思います。はい、じゃあこの間仕掛けた川ですね、あの滝のところをやってきましたんでね、また今からちょっと降りてきてみますね。交互期待くださいね。じゃあ降りていきます。はいはい。ちっちゃいもんな。はいはいはい。ゆうさんがちっちゃいとこのカメラちっちゃいもんな。はい。じゃあちょっと降りていきますね。今日は三日間半後、田植え旅の分でした。おお、はいはい。あ、水が、ね、横は雨降ってやられた。まーちゃん、どんな声、長いちょって燃えわけよ、あんまり長時間入っておりゃ。長時間、時間の問題かね。お、はい、行きましたね。はいはい。でも、前とな、前だ、イワシの缶詰やったな。はい。ちょっとまた開けとったわけ。うん。中身ばっかり空っぽじゃ入ってらんねえよ、缶詰空っぽ。ああ、やったね。なんでやっぱり一回入って逃げただろうか。いけんじゃないかな。なんか奥で逃げたかもな。じゃあどんどん嫌な話やってよ。入っちゃうかもな。あ、一生懸命暴れれば、出口を見つけて出たいせんと。ああ、全然ないやな。あげるよ。うん。ああ、え、空っぽ。うん。魚も入ってはいい。まあ、写真とな。はい。前が空やったけど、まだ数の濃き水入れねえかんでほら。さあ、長いちょっとで当たり前だよ。お、入っちょっと。入っちょ、見えんけどな、こっちから。入っちょ。逃げんご。あ、入っちょ入っちょ。あ、中に入っちゃう。背中に今入ってくるから、ちょっとか、こんなの持ってくて、こんなの持ってくるところに来るか。はいはいはい。逃げられるぞ。あれ、大量じゃ。大量か。背中に今入ってくる。おじさんか、おじゃん。うわ、大きいな。あ、入っちゃうけど、渡りがいいとすりゃ困らんかったよね。あ、とかたまですとかだと。おお、入っちゃう入っちゃう。うわ、あ、ですとここ。1、2、3、4、5匹やね。おお、ほんとや。大きい。こう押すやらせんや。おお。やったね。ここはね、サバ缶のほら穴だけ開けとったやつ、はい。バッテリーが足りないため撮影できません。どうして表情いいか。はい、いいか。はい、じゃあね、今日は木津ガニな、山太郎ガニね。カゴまで言うとこの子山太郎ガニを食えるな。リュウさん、やっと。これで、あ、ここが山太郎ガニ。山太郎ガニおろすとこどこな。もうちょっとこは、こんまやインチキガニと違うと。当たり前本物やとこはな。ああ、毛が生えてるや、足に。うん。
手にな、ハサミに、ね、か足も入っちゃうな。ほらこれ煮てかもかやな。お5匹あ5匹入ってる。ここで鬼手なエビもほら入ってる。初めて見た。鬼手なダンマ、ダンマ、はいはいはい、ダンマ、ダンマ、ダンナじゃなかった。ダンマな、タコマシはダンマツワオ。じゃあちょっとこれ食べようかな。はい、はい、じゃあ、あの井戸に行きましょう。はい、いつもの井戸のところに。はいはい、じゃあ今ですね、あのいつもの井戸ですね。井戸端、ここはあの村のおばあちゃんたちがここで野菜洗ったりね、あの食器洗ったりしてますけどね、ここにちょっとね、まあ鍋にお湯をかけますから、その間は入れておきたいと思いますね。逃げんのか、心配よ。逃げんのかじゃあみんなこうやってもう投げつけちゃくれんなら。よし、これでまあこんまいこう鍋やな。こんまいのなインチキガニやったけど、今日のはね、あたやまや本物ですからね。じゃあこれでちょっとこう水をね、とりあえずまあ湯が沸いてからあれしようかな、締めようかね、はい、はいはい、締めて入れようかな。湯が沸いてから使うやとな、お茶こう水から煮た方がいいことやけどか。あ、そう、まあ、とりあえずそうね、何度もカチャカチャせんな、つかんたらよ。まあ、ちなつか、しゃ、よっしゃ、これでほんならまあ一個ばっかり、はい、で、輪ゴマで、置いておきましょう。はい、はい、はい、じゃあね、5匹入っとったから、はい、全部は噛んとらんもんね。硫酸なカニは食わなんだったもんな。生まれる時でね、はるった2匹、2匹取ってよ、一匹でよかったんな。あとはちょっとまあここに泳がしておこうかな。はい、はい、こんな感じな。一番振っとかどころ食べる、一番振っとかどころ食うかな。お、もうあ、動きたりに見えた時ダンマおこわ、まずいぞこわ。じゃあこの一番振っとかでいこうかいな。はい、せっかくでね、逃げられんもんね。なあ、もういいで、もうどうだ、締めんないかんだよね。こまやしめんじ、そのまま鍋に入れたい。うまいかな、こまかったでね。ハーフとかでを鍋から取ってような気がする。わ、あ、全部振っちゃうからね。まあ、こうとかと使えないかなと思ってよ。水がなかったところで取らんな。流しちゃうけその気がする。仕掛けて、こう井戸やってほら、逃げんで、ほらな。つかみがなんで、ほら。こんだ。バケン7でいるか。いや、おみんな、もう取った取った。締めんねえかね、割れるからね。今回ってるね。回ってる。ここもで挟まるねえな。ほら、うわ、当たり前、山太郎がねえな。ほんと。ほら。じゃあ。オスやね、こりゃ。ここは米でな。よっしゃ、じゃあこれ、まあ締むかいね。はい、じゃあね、ちょっと締めますね。はい、かわいそうだけど、天の恵みいただきます。その手は、なにその手は、中にちょっと見て。なやな。お、挟んでこら。お。あ、挟まん、は、離さんでこら、こんがらこら。まあ、上か。いや、離さんのことは離さんこら。離さんぞさ。こんまま鍋絶対たっこんかね、締めんじょって。やっぱり締めてから鍋に入れた方がよかっけ。もう余るってな、さっと出てるわ。蓋をするよ、蓋をパッ。蓋させてね。ちょっとカット。カット。ここみんな取ってるもんな。取ってるもんな。料理ですから、一応ここはね、料理ですから。手を怪我せんもんね。はい。まあ、手を挟まるよ、俺やな。一応ここ、しゅ、あれがすげえだ、ほら。何度かこう締め方をしちゃっと、うん、こうもう中をさせやけしんだよ、ほら、うん、まあ、心臓をち魚の時はよ、脳、あ、脳神経やな、魚の時は。あ、足がしてた、手を切るわ、天気。はい、これで締まったね。あ、締まりましたか。あれが7ぐらい、これはね、やっぱりね。うん、そう、よっしゃ、まあ、これで鍋煮るかね。あ、火を切った。
なんか言われた。まあ、大体さ、水からこう入れて湯がいた方がいいっちゅうけど、なんか料理にはこう、旨味成分を逃がさないためにはこう、沸騰してから入れた方がいいっちゅう人もいるのよね。まあ、とりあえず沸かしたから、入れるね。甲羅を下にしてね、甲羅がこう鍋の代わりになるから、ぐつ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 。はい、じゃあこれで一時、ふたしておきますね。はい。まあ後で塩入れようかな。それで、本残ったかを、はい。これカントランだな、5匹つはな。有酸なクマなんでな、カニアレルギーやったな。はい。本残ったか、ここに、井戸に、お湯返しとこうかね。はいはい。こっちにね、ここに上がってくるのよね、たまに。うん。ヤマタロウガニが。上がってきてね、この中にいっぱいこう、入ってる時があるの。はい。これで、ここに下がるんじゃないかな。これ入れとこうかな、どのやつらはね。でかくなってからこうかな。はいはいはい。よっしゃ、じゃあちょっと、ここにね、よかった方が、じゃあこうは。よっしゃ。名前を書いてらんないよ。あ、おじが、多分。誰か持っていくかもね。あ、それでこう、鬼手長エビ、横は。鬼手長エビ、ダンマ。ダンマも一品二六かいね。ダンマ、リュウさんのダンマって知らんじゃったつわいな。ダンマ、ほら、鬼、手がいっちゃっちゃいだ、ほら。うん、そう。こめんときね、ダンマ。ほんまかとエビやって。あ、もう赤くなった。あれ、一匹が逃げたから。逃げた、二匹いっちょったて。うん、そうや。いいな、どこそこだよって。泳いでかもね。よし、じゃあまあ今週はコケ入ってもらおうかね。あとしちゃおう。え、そのカゴママ入れた、ちょっと。あ、カゴママ入れとくか。うん。それな、シカメが並んでまた。やつね。シカモとかもあんで作っておく。よっしゃ、解説をせないか。餌を今回、まあほら缶詰でチャレンジしたかな。はい。で、こっちは映りますけ、はい、イワシの缶詰な、はいはい、一番最初入れたの。で、ちょっとだけ身をほら取れるように揚げちょってあげるな、うん、で、こっちはサバ缶、はい、で、穴だけ揚げて、うんうん、汁だけちょっとこうもわっと出るような感じでね、おびき寄せて。だからこっちのサワカンのね、穴だけ開けた方が入っとったな。入ったね。で、こっちはもう全部食って逃げたのか、身が全部流れてほら入らんかったのかね。あ、このサバ缶の方が大量でした。ほんとや。サバ缶とイワシ缶詰はね、で缶詰で捕獲できますね。あ、5対0でサバ缶の勝ちやな、ね、サバ缶で、まあ、穴だけ開けて、まあ、匂いだけこう漂うようにしてね。いやいやね、こうやっぱハサミでこう背負った。いやいや、中を食う終わっただろうな。群がっちゃった、全員。もうハサミで、いやいや、こうやって、もう、いけんかせ中を食おうかいって、今年もね。腹が減っちゃったぞ、俺。もう、というわならんちゅうもせい、諦めたやつはおらんかったわけ。いや、わずで群れちゃったぞ。そういうせいか。群れちゃった。いけんかせ食おうかいって思ったんだろうな。まあ、ということで、サバ缶の勝ちやったな。ほんとや。缶詰で取れるってことね。わざわざあの肉の切り身とかあれを入れんでもね、まあ、缶詰がいいわね。まあ、缶詰の方が高かどんね。100円。ほら、まあ、これな、肉いるしよ。どう私見たら顔がつってなかったな。まあまあ、そういうことでな、はい、まあ、あのサバ缶で取れるってことな、はい、が証明できましたね、うん、これね。サバ缶の価値、まあこのイワシ缶の方も穴だけ開けちゃったらどうやったか。ちょっとな、うん、じゃあと初日目穴だけやったの方はね、痩せ方やね、いつまでやったもんね。まあだとまあいい。じゃあちょっと塩入るかな。まあ30分ばっかりにいるかやな。まあ塩入れして今で塩加減のほうかな。うん、考えたら辛かったぞ。辛かったね。まあ自分で鍋すときな味付けせんもん。まあまあ一時にいるかやな。まあ、エビがよかい。ね、エビはエビになったな。カッパエビせんのほら、エビの子じゃろ、まあ、この。で、この足も上げん、ピッと
何もせんってパッとちぎれていったわね。なんかね、ひったまがれや、なんかしちぎるような、こっつけちゃった。うん、勝手にちぎれたよね。うん、勝手にな。肉かいてすとこやろ、だからもう。こん、こんない。味噌ができちゃったから、カニ味噌が。手がね、こまんかころは、この毛も食おったわね、もうずるっ食おったわね、何もかいも、もうこんまま。まあ、リュウさんが食わなれば、ほらな、全部いるったら、ほらね、食わなんでな。うん、まあ、ちょっとね、もうちょっと煮るかいな。じゃあ、ちょっとしばらく今、塩入れたんでね、はい、ますね。もう煮たな。はい。もう沸騰せっか、20分煮たな。どげんじゃいかな。ほら、あれ、火が消えちゃうらせん、こわん。あ、いけん。ああ、ちじゅうちじゅう。俺はどんなんで、ぐちぐち。ガスがね、もうガスがいっちょらんかも、こら。あ、そういうこと。あ、もう一本も来たぞ。大丈夫かよ。いや、まあ、いや、でもまだもういつらいね。水入れた？いや、入れた。さっきはでかったけど。風怖いわかんねんけ。風やるか？風やっかね。まあ、煮えた子じゃ煮えた子はね。ドラいけんやろかいな。待ってみっか。おっ。ひやさんままな。おわぁ。あら今日のたたまんやまたろかね。どこかな、なぁ。ポンタ赤くなってコンバインタになるのかって言ったよね、赤くなったお店で売ってるカニやってたわな。もう太さが中央ばかりカニやカニやってやなのかな。さあ、いけんやろかいね。ダンマもこわダンマ、鬼手長エビ、手がちっちゃいちゃいけど、ほら声がマハーギョ、声がダンマが、ダンマっつったらカゴマ呼びなんやろな。鬼手長エビっつわけんけ。あの、ロブスターとは違うわけ。伊勢エビとも違うと。これは大きくなったら伊勢エビになったちゅうと。ないが。じゃろか。でさ、これ川におったで。伊勢エビはハサミがねやねんけ。あ、どう？ハサミが。大きくな。うん。うん、マコバカ。おお。あんま塩は効いとらんねこれ。うん。うまか。塩は効いてな。ほんまや、わずで塩辛かったのよ。わっ。うん。バニャな。まっ。これいいな。味噌は、どうだ。いいだ、わずで炊きてこら。いいだろう。今そういうわけでばっかりで。うまっ。いってらわ。カニ味噌やな、これはな。何やカニ味噌。カニ味噌って味噌。ビンタン味噌よ。こうまかったぞ。ほら。カニ味噌。カニ味噌。ここがまあ、肝臓とかなんとかじゃなくて、オッケー。わからん。塩は効かないんだったわ。胡椒は。胡椒も効かない。胡椒。一丁なのか。一丁なんか入ってると思って。固まってる。おいー、かけすぎた。はいー、おれ。これまあ手よくてみっかな、こんなな。手よくわ。手が。あんまよ、じゃあ、どんやまたろうがね、ああよ。うん。感動がすんなかとな。中に、おい、身が詰まってるのかったね、言ってみた。身はいっとったらどんよ。じゃあ、でか、男はな、こわ。まあ、まかの。こわ、毛がこわ。なおで毛が置いとったろか。おら。なんか奥にかね。さっきか。こいよ。わ、知らんじゃったわけよ。こんたエラやったっちな。この毛がほら。はい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 。こカニのエラやったっち。ほでね、このエラが、わっぜ味が染みちゅうわけ。カニや。わたの女たちって。ほでね、こう食うとや線つけちゃったな。なんやがやいっちょって。じゃあどんねん声がいっぱいまかわけよ。
や、いや、こったろ、コマがおるか。あ、いてもなかったと、コマがこれ食べて。うん、いけんか、あれは今切ってるんだよ、さ。ここはそれ食べたら、ほら、ビンタが悪くなるとか。ビンタもともと悪いで。よかったぞ。だとね、ここの毛がね、いっぱいもあるの。ここは結構、身が詰まってる、これ。まあ、よかったなぁ。食わなった、山太郎がねよ、今年も。ほんまにだ、あんまインチキがねやったであら。一番太くなりゃ、まだ太くなった。まだ太ない。ここはまだ小まんかてやっと。渡りガニぐらいなっと。うん、まだ太か。まだ太かだ、まだ。ああ、そうなっと。もうさ、住み着いとったらかもな。何年生きたとか。何年生きとかな。俺の横行きかも。ほんまかどうか。うん、もうこまったわ、まか。あ、カニや、カニって感じやね。うん、あ、こまったわ、まか、これ、これ中の方で食う子たち食うとかねえよ。うん、あ、これ、まか、よかったな。食わなったわ、山田はねよ。はい、久しぶりの大和の動画に。まあ、今の時期ばっかりやったからな。正式名称何やったっけ？モズガニ。モズガニ。ヤマタロ、ヤマタロって言うんだよな。はい、ということで、ね、モズガニ、ヤマタロガニ捕獲作戦。もうなんとかですね、3回目か。3回目で成功でした。食べることができました。ということで、このヤマタロガニ捕獲作戦企画は、今回をもって終了ですかね。はい、はい、じゃあ皆さん、今が旬のモクズガニ、ヤマタロガニね、はい、美味しいですよ。なんか画面にピコピコって出てる。ん？画面にピコピコってなんか、うん、それじゃあ皆さん、またお会いしましょう。終了でした。大丈夫なら、はい、そう、毛は悩むためやって。この毛、この毛、うん、毛はほら、皮を掃除するの。あー、このカニが川を掃除するね、これね。家の周りをね、ほうきの代わりです、これはね。なんでこれがいる川が綺麗やわけ。そう。これでほらね、雑巾をな、これでこう、ま、自分の住んでるところを掃除してね。で、こう、虫が寄ってくるでしょう、うん、小さいエビとかね。で、パッと捕まえてくるわけ。ね、他の子なんかとも植えとったっけ、この木が。いや、植えちゃうんだ、こればっかりだな。うん、もう、それはね、モップみたいな感じよね。これで家を掃除するわけ。家を、きれいにね。白んこっちと。